そらやばいで。えぐい。何かけてるか分かれへん状態。マグロ。やばい。来た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 。どこどこ。やばいて。化け物やて。やばいて。やばいて。やばいて。えぐえぐえぐ。ちょっとやばい。やばいやばい。船もう船行かれるんだ。えぐ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 。やばいって。ちょ、映ってる？映ってる。映ってる映ってる。映ってる。これやばいって。やばいって。自分と変わらへんって。サイズが。やばいって。うわあ。これいけるんじゃん。これいける。いけるかもしれへん。はい、どうもケイです。今回の動画は、友達とね。もともと、まあ、ヒラスズキを釣りに和歌山に行ったんですけど、まあ、ヒラスズキはね、動画にしてなくて、まあ、実際釣れたのは釣れたんですけど、まあ、それは置いといて。で、まあ、ヒラスズキを釣ったのは朝まずめで、で、その後に、まあ、他に何か釣り物がないか、まあ、釣る魚がおれへんかどうか、っていうので、漁港をね、近くにある漁港を、うろちょろして見てました。で、まあ、いろいろなね、釣りをやってる人がいてるんで、まあそういう人らの、まあ、釣り見ながら、ふらふらーってやってたら、なんかね、すごいでかい魚影が見えて、で、最初友達はサメやって言って、で、僕もね、遠かったんで、最初何かわからなかったんですよ。結構な距離があったんで。で、まあ一応その、ヒラスズキのタックルを持っていたので、シーバスロットでね、ルアーで狙ってみたんですけど、まあルアーでは全く反応しないと。で、その、現地にね、サビキ釣りやってるおっちゃんに、アジをもらって、そのアジを泳がしてみたところ、食ったんですけどね。で、まあ、その日ね、カメラを持って行ってなくて、で、GoPro、いつもね、GoPro 持ってるんですけど、その時 GoPro も持ってなくて、動画を回してなかったです。で、まあ、動画回してなくて、食うと思ってなかったんでね、まさか食うと思ってなかったんで、まあ、途中からのファイトになるんですけど、まあ、ご覧ください。そらやばいて。えぐい。えぐい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 あかんあかんあかん絶対止まれへん絶対止まれへんもうえぐいもんあかんあかんあかんやばい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 ってあかんあかんあかん絶対止まれへん絶対止まれへん絶対止まれへん何これ寄ってきてる。ロープいかれた。指やけどす、見て。えぐ。緑になってるやん。え、なんか寄ってきてるで、なんで、急に。やばいって。あ、待って。あ、かわいい。やばい、やばい。外れた、外れてない。やばいって。えぐいじゃん。いや、これ1時間ぐらいかかんじゃん。えぐいって。とりあえずさ、動画撮ってるから下まで行け、とりあえず。寄せてこいと。寄せてこいと。やばいって。姿映ってへんからな、まだ。しんどい。何かけてるか分かれへん状態。マグロ。やばい。来た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 。どこどこ。やばいって。バケモンやてやばいてやばいてやばいてえぐえぐえぐちょっとやばい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 何これカオスやばいてえぐい止まらん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 あかんあかんあかんやばいあかんあかんあかんもうわけわからへんとこ行かれた無理や見てこれもうビンビンになってるあかんあかん無理無理絶対無理絶対無理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 やばいってちょ映ってる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 これやばいって
やばいって、自分と変わらへんて。サイズが。やばいって。うわこれいけるんじゃん、これいけるんじゃん。いけるかもしれへん。え、ピタシーいけんじゃん、これ。ギャフないんかな、ギャフ。あの漁師のおっちゃん。もっと空気損したい。えぐえぐえぐ。このピーだるいな。回収できへんか。うわ、またや。また始まった。また始まったで。また止まれへんやつ始まったわ。もうあかん。あかんわ。これはまた始まった。あかんわ。もう訳分からへんとこまで行かれた。ああ。よ、寄ってくるやろ、また。多分。何だ、何なんこれ。え？うわ、最悪やな。船が危ない。やばいって。なんやの急に全力疾走するやつ。ラインよこの。ライン回収できへんか。無理か。船もう船行かれるんだ。えぐ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 。やばいわ。誰も助けてくれへんな。なあ。うん、止まらん。やば。2回んやけど、ほんまに止まらんこれ。やばい。止まった。ゆっくりよしんで。クロマグロス。はい。ギャフとかってないですか？やばい、うわ、やばい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 、あかん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 、曲がれてない。ゆっくり戻ってきて。ゆっくり戻ってきて、ゆっくり戻ってきて。あかん。あかん。さっきまでずっとそこで泳いどって回遊してた。あ、そうなんすか。あれってギャフとかってないですか？ないですか？車で引っ張り上げるしかないわ。うわ。ああ、もうあかんわ。あっち行かれた。あっち回れたら無理やな。あれだと回っても無理やろ。うん。間に合わない。間に合えへんわ。戻ってくるかもわからんけどな。向こうから出てくれたら。あかん。戻ってきたんじゃん。でもこれもうラインが、あ、切れた。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 はい、ということで、シーバスタックルじゃ上がらなかったです。まあ、当たり前やろっていう声が聞こえてきそうですけど、この後にね、まあ、僕が切られた後、とある友達にね、連絡を取ったんですよ。まあそれはね、まあすごい、まあ怪魚好きっていうか、でかい魚が好きな友達がいてて、で、その子に連絡したところ、まあ行きたいなとなって、で、僕はね、その日に帰ったので、まあ家に帰ってね、で、割と遠いので、行けなかったんですよ。で、次の日朝起きたら、LINE が来てて、来てますって言って。で、そのポイントに行ったけど、見当たらないです。で、
まあ、探したら多分おるで、みたいな感じで言うて、ちょっと LINE をね、まあ連絡待ちやってたら、なんとね、釣り上げたという報告をいただきまして、で、その動画が、こちらです。すいません。嘘やろ、俺マックスに連れてんの。あ、ここにあった、これこれで、おー、それ用の、でかい、めっちゃでかいやん。下も1メーター、20メーター、20メーター。おお。台風でね、うん、逃げたらその丸いけそうだから。ああ、それが来るの。あれが2匹ぐらい、ずっとうろうろしとって。そういうの引っ掛けたよ。よう掛けたな、あれも。そんなでかかるの。あげたら本番ぐらいかうまいぞ、これ。面白いやろな。あ、頭できた。でかっ。めっちゃでかいやん、これ。あ、いっぱいかかってるわ、でも。おお。でかっ。鯉でも、あげようないんじゃん。